私が菅野保です。7月の18日木曜日、長官チェックの時間がやってまいりました。本日も長官全集を15分でダッと斜め読みするという無謀な試みにチャレンジいたしますので、チャンネル登録をよろしくお願いしたいと思います。えー、さて、今日は日経新聞から行くんですが、えー、まず最初に冒頭申し上げておきます。今日もし新聞をお買い上げになるんであれば、朝日新聞でございます。えー、で、えー、今日もですね、昨日おとついに引き続き、 え各紙がほぼ同じ記事を一面トップとは言わないまでの一面に配するということをやっていますまず日経新聞からいきましょう日経新聞です、えー、一面のここなんですけどね、えー、著作権侵害の可能性で見出しは読めると思いますが何の話かというと検察とれ検索と連動の生成 AI は著作権侵害の可能性があるという表現、えー 声明を昨日日本新聞協会が出したとといいうここですすれれがが各紙の一面に配されていますで新聞が足並み揃えて生成 AI に対してこういう文句をつけたことを古いメディアが新しいメディアに文句をつけていると解釈するのは間違いです新聞あのご存知のようにです、ね、今の AI というのは読み込んだデータを自分なりに解釈して新しい価値を付加して提供するということをやってません えー、要は読み込んだ記事の切り針だけであります自然言語上の処理においてねということはそれは高度な差し込み印刷でしかなくて著作権侵害のど真ん中でありますでこれは新聞だけではなくて絵を描く人映像を作る人写真を撮る人すべてのクリエーターすべての表現者にとって今の生成 AI は脅威であるということは間違いありませんとりわけ学者ですね えー、学者、えーと、これも文系の学者よりも実は言うと理系の学者の方がやばいと思うんですが、学者は論文の盗作の危機に瀕しているというわけですから、えー、新聞が古いからこんなこと言ってるというわけではないということにご留意いただきたいと思います。はい新聞を精一杯かばっといて、次、2面なんですけれども、これも古い話なんですが、面白い話ですね、えー、これね、まあ、トランプの周りの支持者がおかしいからやって処理しちゃだめです。 金本位うごめく復活論、トランプ氏支持層、FRB に圧力ということで、えー、まあ要はね、共和党の支持者ですから、まあ、トランプ支持者といえども、小さな政府志向なんです。で、FRB が発行する国債等々が、えー、あまりにも膨らんでいること、政府の負債が膨らんでいること等々に対して、やっぱり共和党の支持者たちは、 えー、ま嫌、あ、だと言っているでその中央銀行が、えー、膨大なマネーをすることそのものに、えー、危機感を示しているので、えー、ドルを金本位に戻そうという議論が、えー、トランプ支持者の中で広がっていますでそのトランプ支持者の金本位に戻そうと言っている話を、えー、笑う。 とちょっととダメよという警鐘を鳴らしてるわけですねなぜかというと BRICS 各国も金本位でも縁ちゃうかみたいなことを言い出してるんですね、まあ、それはそうでしょうね、ついていかれへん人は金本位になるでしょう、面白いことになるんでしょうね、近い将来、もしこれが本番になったら、そういう人らが信じる金本位という19世紀みたいな体制とビットコインという,もう完全にアウヘーベンした世界と、の両極端みたいな世界になるんでしょうね、まあ、勝手にやらはったよろしい、ついてこられへん人置いていくしかないからね。 はいえー、13面なんですが、えー、13面、イランの話でございます、13面、あのトランプの狙撃があのイランの仕業やみたいな話、アメリカで流行ってますが、はいえーまあ、そういう陰謀論はさておきです、ね、よいしょ、えー、イラン、えー、米欧対話に布石、新政権外務大臣に、 核協議担当者を拝したということなんですね。え、この間イランの新しい大統領が選ばれましたが、新しい大統領が欧米との対話に前向きであるということです。え、外務大臣をかつてのアメリカとの核協議の担当者を外務大臣にして、え、何とかして欧米からの情報を引き出そうとしているという話です。これはもう大きな動きかなと思います。読売新聞行きましょうか。台湾上陸1週間以内、これどういうことかって言うと、これまで政府、我が国の政府 のこの台湾危機に関する菅野保つの、えー、考え方というのは、まあ、常日頃申し上げている通りでございまして、それにいささかの変更もないんですが。 えー、中国がもし台湾島を侵攻しようとすると我が国の政府の想定ではこれまで約1ヶ月かかるだろうという見込みで我が国の安全保障政策は練られていたんですが、えー、ひょっとしたら1週間以内それよりも早い早い1週間以内でやれてしまうかもねということを、えー、政府が認めたということであります。 はいで、9面、国際面いっておきましょうか、9面です、9面です、えー、これも国際、これ、面白かったですね、EU なんですけれども、ハンガリーのオルバンが議長国としてですね、いろんなことやってて、オルバンの外交に EU 内の反発が広まっている、オルバンはもうウクライナなんかほっとけ言うてるんですね、EU はウクライナ助けよう言うてるんですけれども、えーまあ、オルバンの。 これはまあずっと申し上げているように世界中の右翼にプーチンが金巻いてますからねまあオルバンもあの右ですからまあもうロシアの言う通りにしちゃったらええがなという意見でい、e、うをかきめ指してるって話ですまあまあまあそれはもうしゃーないさなはいで、えー、気になるのはここのニュースかなはい、えー、これです、えー、北の外交官が韓国に防衛ということで、えー、キューバにいた、えー、北のおお外交官が、えー 韓国に亡命しましまた明確に、えー、北朝鮮の市民であれば一度は韓国に住みたいと思っている、えー、体制に嫌気がさしたということを言ってますえっ、ー、と金正恩から表彰もされたような外交官だそうでありますが亡命したそうですな、まあ、キューバに関しては韓国といきなり国交まねを結ぶというようなことをやって北朝鮮の頭越し外交をやったんで、まあ、北朝鮮もキューバには思うことたくさんあるでしょう はい朝日新聞です、えー、何よりも大事な話かなと思います、一面トップ、強制赴任、原告に主張謝罪、えー、ということで、もう昨日の岸田さんはこれはもう、除籍期間の主張撤回とか、えー、政府の責任、極めて重大と頭を下げる、でそれからもうマイクを切るってえらい目に遭った伊藤慎太郎って大臣がいましたから。 えー、伊藤慎太郎のその,にの鉄を踏まないということで、えー、昨日は予定の時間を40分超過するという、えー、時間制限なしでずっとお話をすると、えー、いうことを、うん、ずっとお話しされておられました。えー 旧優生保護法の不妊の話に関しては、これはま差別、人生等々の重たい課題が詰まっています、まあ、それに対して、えー、まあ、これそれに対して、えー、総理が昨日あそこまでは深々と頭を下げ、時間を割いたというのは、これは良かったことだと思います。うん でえっ、ー、と国会では、ですねえっ、ー、とまあ謝罪決議、それから新法の成立、救済特措法の成立,、えー、成立ということが、えー、臨時国会で始まるはずです、その動きというのをきっちり見ていきたいと思います、はいえー。安倍晋三ではできなかったことは岸田さんはできるということですね。はいはい、一面の方、もう一個気になったの、の北陸新幹線の延伸費。 えー、オバマルートで行くと、えー、想定の2倍かかりそうだという見積もりが出たそうです、えー、なのでもうそもそも国の投資条件であった費用対効果が条件下回る可能性があるということですね、はいえー、オバマルートで作った大体4兆円かかるんですが前原ルートで作ったら1兆円なんですね でまあ、もう費用対効果が全然違うじゃないかという指摘が出てきたということです、はいまあ、もうそれはしゃあないかなと思いますが、僕はオバマルートで作るべきだと思います、えー、新幹線整備に費用対効果とか言うてる場合はない、はい、で何よりも、今日長官隠して一番重要だったのは、このオピニオン、まあ、こうオプエドなんですけども、えー、東大の酒屋先生へのインタビューですね。 ネオ55年体制の行方、自民党一挙マネーた首相への権力集中、不人気でも長期化ということなんですが、堺、え、雅、ー、先生のポイントはここではなかったと思いますね。えっ、ー、と野党が政権を取りにくい理由は何なのかというのを野党の不人気だけに求めてれないという極めて重要な論考だと思います。この論考については後の解説編でゆっくり触れたいと思います。はい、二十面です。えー、あ、二十面ではないな。二、え、十、ー、面ではない。などこ行った。 二十四面です。二十四面です。二十四面あごめんなさい二十九面でしたね。はい二十九面の片隅に載ってた記事なんですが、えー、岸田首相に、えー、前者の輪たちとなった伊藤慎太郎さんなんですが。 新潟水俣病新たな救済協議へということで昨日、えー、熊本の水俣病ではなくて新潟の昭和電工の方の窒素の方の水俣病ではなくて昭和電工ののうの水俣病の被害者と意見交換をされました、えー、ここでですね、えー、と新潟水俣病の患者団体が求めている未認定患者らに対する新たな救済策の検討 を伊藤さんが言及しています、えー、これはとてもいいことだと思いますで、これは僕は繰り返しずっとお伝えしてるんですがね、えー、新潟水俣病のこと忘れるなという運動は、新潟水俣病の患者団体がずっと長年やってらっしゃるわけです、えー、どうしてもやっぱり熊本に、まあ、もちろん熊本もまだ何も終わってないんですけどね、えー、熊本に、えー、注目が行きるので、新潟にも同じ公害病があるんだぞということを、えー、ずっとおっしゃってるわけであります。 えー、で全く終わってないんです、熊本も終わってなければ新潟も終わってないんです、もう50年、60年経つのになんら終わってないんです、もっと言うんであれば、えー、と第醐福竜丸が有名になったビキニ干渉の核実験だって終わってないんです。 何も終わってないんです何も終わってない中、新潟水俣病はとりわけ忘られがちです。えー、新,潟病を忘れる新潟水俣病を忘れるなという運動は、えー、極めて重要な僕は運動だと思います。えー、やっぱりね、えーと、先進資本主義国として、50年前、60年前の公害問題、今の中国よりもひどかったんですから、そこの清算をしらないと恥ずかしいですよ。きっちりと患者と向き合って謝罪して、補償すべきです。 4日1前足も痛い痛い病も終わってません。終わってません。全く終わってません。公害病なんて全然どこも終わってません。が、えー、とりわけこの新潟水俣病で僕は特筆すべきだというのは、えー、と国会の中で、えー、先の通常国会、それから昨年の臨時国会で、新潟水俣病を忘れるなということで、患者団体の側に立って政府に要求していた国会議員、野党議員は多数いるんですが。 その中で最も八面六臂の活動をしたのは、れいわ新選組の皆さんが、山本太郎がそう言ってるからと言って首を切ろうとした大島楠夫さんであったということを、私は特筆しておきたいと思います。大島楠夫さんの活躍がなければ、伊藤慎太郎さんの昨日のこの発言はなかったということで、れいわローテーションなる愚劣な制度を考えた連中は、大いに反省していただきたいと思います。毎日新聞に行きましょう。 毎日新聞は、えー、伝えておかなければいけないのはこれです。2面、えー、官僚の国会答弁作戦、官僚は終電後、脱ブラック霞が関東のく、遅い質問通告、内容不明瞭、えー、これなんか質問通告してる側が悪いみたいなこと言ってますけどね、こんなもん政府が悪いんですよ。こんなもん政府が悪いんです。 政府が悪いんです。てか自民党が悪いんです。国会に行って前もって決めへんからですよ。野党からの質問通告がよよ深夜に着くってみんな泣いてます。野党の質問通告が遅いって。野党の質問通告遅い遅いよ。なんでかい次の委員会いつ決まるかって前の日の午後に決まんでも 今日,7月,18日ですよ、ね、7月19日にこんな委員会がありますっていうのが7月1日の段階で決まってて7月18日の深夜に質問通告が、えーえー、来たらそれは野党議員のせいですせやけども7月19日の委員会が開かれるということが7月18日の午後13時30分に決まって質問通告が夜出たってなんでそんな野党が文句言われなあかんねん。 自民党があるんやんけ。もう決めてくれよ、7月1日に7月19日の予定が決まってて、7月18日の深夜に出してきたら、それは怒れよ。それと、今日の昼に決まって、明日って言われてね。いつ出すねん、そんなもん。はいということです。 政府の段取りが悪いだけの話です。知るかボケということです。はいえー、っとあと2つだけ、あと1個だけ、えー、毎日新聞で。何面でしたっけあ ?3 面でした。それは出てけえないんやね。3面ちゃいますね。 7め,めのこの記事です、7めのこの記事、お、はい、えー、面白かったですね、イギリス政権交代しましたが、前の総理大臣、スナクさんが不法移民を、えー、ルワンダに490億円払うからルワンダに全員送る言うてたんですが、政権交代してそんなことしません言うたんです、先に490億円、イギリスがルワンダに払ってたんですが、政権交代したけれども、ルワンダは490億円もらった金を返せませんってルワンダが言うてるそうです。ルワンダ頑張れ えー、だもんね。あのいかにあの右側の人間を行政につかせてはいけないかという証拠ですよね。四百九十億円イギリスマルゾンです。はい、東京新聞です。一個だけすごい面白い記事でした。すごいすごい面白い記事でした。謎の中伝病。 体調不良でオーバーバラン常務中断が3年間で約40件も始まってる、えー、と中央線中野発東京行きの、えー、黄色い方の総武線のあの各駅停車の方の中央線ですねあれでね3年間でオーバーランがえらい発生しててで常務中断に追い込まれた人が約40件もあるいうんですで約40件もあるから、えー ひょっとしてねこんなにみんな体調不良でんのおかしい言うて、えー、どうぞウォーターサーバーに睡眠薬が入ってるかもっていう調査までしたそうなんです。でそれぐらい体調不良者が続出してるんですってあの総武線各駅停車で。でなんでこんなに事故あの事故というかオーバーランとか乗務中断とか何でこんなん起こんねんっていう話をしたらどうもどうも。どうも 19年2019年に乗務員の勤務制度が開催された後、この事故が起こっている。病気か病気かと思ってたら何のことやない、えー、と総武線の中野車庫中野電車区の過密スケジュールが問題なんじゃないかと。 いうことが判明したという話ですでおそらくそうであろうということですであとね朝日新聞買いたくないとした次東京新聞を買ってくださいこの記事も重要でしたねこの記事も重要でしたはい、えー、テキサス新幹線も再産性やリスク軽視国策優先のつけで安倍晋三が売りまくった日本のインフラ日本型新幹線が世界で売れたとか言ってますけども さっきのスナックと一緒で、累積赤字が955億円に達しようとしています。955億円の大赤字を安倍晋三は作ってるわけです。もうほんまに不良債権ですな。 はい、えー、最後に産経新聞いじっときましょう、産経新聞です、えーまあ、いかにネットのリベラルという人がアホなのかなということなんですが、えー、今日にもなってまだこんなこと言う天皇は産経新聞だけです、立憲民主党、泉代表、板挟みの夏、続投意欲も卸の足音、国民と連合からは共産党と手を切れと言われ、えー、小沢さんからは野党結集と言われ、どうしていいかわからないと悩んでいる。 楽しいか産経新聞こんなこと言うてて。なアホみたいによ。で、お前らアホリベラルも連合の吉野がとか、共産党がとか、国民民主党がとか言うてるけど、こんなこと騒いでの産経新聞だけやねお前ら産経新聞の読みすぎじゃ、便所の神にもならんこんな腐った新聞。読むなもう、こんなもん。ということを申し上げまして、本日の15分動画といたします。また明日お会いしましょう。さようなら。